残されたものの、騒乱の端緒となった誤解は解け、蜀徳川連合軍と魏織田連合だが、胸をなで下ろすいとまもなく、次なる騒乱が発生する。宮本武蔵、アキレウスらの独立勢力が魏織田連合の領地を急襲。宮本武蔵たちの狙いは何なのか、あるいはこれも賜物前の暗躍によるものなのか。疑念を。こりゃひどい状況になってやがる。早く手を貸せ。こうなった理由を確認するのは後ですね。今は急ぎ角度のたちを救わなくて。綾音、はやぶささん、こんな。ああ嬉しいよ武蔵、やっと君と全力。浸るの後にしてくれ。とにかく急いで皆を助けに行くぞ。よっ、さっさと終わらせようや。敵に囲まれてようが引けねえな。そして味方を助けるぞ。そう。この増援かよ。行ってみっか。君たち単に合流させねえ。ここで足止めされるわけにはいかない。一気に突破するわ。やっと武蔵と切り合えるよ。皆さんの美しさに負けてはいられません。この超春雷も華麗に咲き誇りますよ。腕噛み合ってねえな。足並みに不安は残るが、まあ、頑張るぞ。ジョコ、あんたもか。そこなったぜ。いいやつだと思ってたのによ。当たれよ武蔵殿。そしたら本当に身に覚えがござらん。私は話を聞いてほしいんだ。チャガの俺と会話ができなくなる価値かな。うるせえ悪党ども、こっちには話なんかねえ。これはめっまるで狐には持っていない。状況を打破するのは難しかろうな。いやいやいや、冷静に分析している場合じゃないって。ございませぬ。
仲間か。俺がまとめて相手してやるぜ。増援とはありがない。これでなんとかなりそうだ。まだやられるわけにはいかねえんだよ。いやーありがたい。皆さんのおかげで助かりましたよ。で、あいつらなんで攻めてきたんだ。何者かにたばかられたのだろう。武蔵ならば騙すのも容易だからな。うん、羊が群れたところで狼には勝てん。この地に無駄な屍を晒すがいい。相手がたける獣ならばいい手があります。こちらの戦力も十分。一つ試してみますか。よし、なら俺と息子に任せてくれ。俺たちの実力たっぷり上回してやら。奴の進路には弓兵を伏せてやる。その正射に合わせて背後をついてください。さすがの武勇、感服つかまつった。これぞ武の真髄でござろう。こちらの勢力が盛り返しているようだな。我らも行くぞ。この戦いの因果を見極める。リュウ様、私もお供します。なら私は正面から奴らを攻める。あった、あの忍びらが戦場から姿を消したが。惜しいね。念のため兵を服しておくが。さあ、殺されたくなければ道を開けなさい。私やられるなんて。潜入完了。門番は撃破したわ。門を開くはず。さすがの腕前だが、その動きは予測通りでね。切り足りない。これ式の障害押し通るのみ。まだ終わっちゃいねえ。天意に従い作戦しようぞ。お前の信念しかと感じたぞ。もはや刃を交える意味はない。ここは引こう。昇格、怪我は大丈夫なのかよ。少々痛みが大事ない。君に従い敵を撃つのみ。分かった。けどあんま無理すんな。俺が全力で戦ってやるからよ。ここまでかよ。終着至極に存ずる。
で別人のようです。やれやれ、とんだ騒ぎだった。結局原因は何だったのかね。さあなあ、まあ、考えてもしゃあねえ。誰か事情を知ってるやつに聞くしかないわな。酔いしれましょう、この美しき勝利に。さて武蔵殿、俺たちを…だから何度も言ってるじゃねえか、先に聴覚を騙し討ちしやがっただろう。俺はそういう卑怯なのが。少子、勝手な思い込みで騒乱を起こすと。なんだと、てめえ。しこりゃあれだな、似たような話俺は何度も聞いてきたぜ。偽物…偽物がいるだと。そんな話信じろってのかよ。信じられないのも無…何が起きても不思議ではない。それは…そうだけどよ。まあ急に信じろってのも無理な話だ。今は納得できなくても構わねえぜ。ただな、こっから先は協力してくれ。俺たちもこの状況…わかった。